岡山高島屋で始まった青森県の物産と観光展には38の店が並び、およそ700種類の商品を販売しています。寿司職人が握っているのは大間のマグロです。大トロ、中トロ、赤身の味を堪能できます。そして青森といえばリンゴ。こちらは1日20箱限定の雪室リンゴ。秋に収穫したリンゴを雪の中で2ヶ月間保存したもので、甘みが強いということです。リンゴのスイーツも充実。焼き上がった生の紅玉リンゴを使ったアップルパイは甘い香りを漂わせています。この物産と観光展は今月20日までです。青森の探検名物をたくさん用意してるはんで、ぜひ岡山の皆さん来てけー。